こっからはね、あのオーディションに関するあれはまあこれからに関するね、質疑応答の時間にさせていただきたいなと思っています。うん、ちょっと水飲む。あー、最終的には何人程度採用したいですか？あ、人数についてはね考えてないですね。むしろまあいい人がいたら、その子たちをよりよくデビューできるのはどういう計画立てたらいいかっていう基準で考えていくことになると思うので、人数制限は特に考えてないと思います。まあ前回はゼロだったんでね何になるかはまあお約束できないかな。アイドルなら48人まで増やそう48人以上いるんだよなあの感じはな。おじさんでも大丈夫ですか？おじさんはね、今回は募集していません。ごめんなさい。女の子をね、募集してます。まあ、ひまりたちユニクリエイトはね、ユリクリエイトでもあるのでね。まあ、ちょっとユリ過激派なんで。そこの方針は、これからも守らせていただこうと思ってます。ショタはダメですか？ショタもね、惜しい。ダメです女の子です。より過激派なんで、そこはご配慮いただけますと。アイドル活動の一環としてフィギュアートの歌動画出ます？前向きに検討いたしますちょっと政治家っぽくなってきたまあ最初にちょっとこんな人に来てほしいなっていうのもね、社長からとかねの意見も聞いてまとめてきたので、まあその辺は最初にちょっと発表していこうと思います。こんな人に来てほしい。まあ今いるタレント、まあひまりとゆにちゃんのねと一緒に活動を盛り上げたいと考えてくれる人です。これが一つ目ですね。でまあこういうこと言うと、まあそりゃそうだろうって思うかもしれないんだけど、まあ協調性っていうのは思った以上に思った数十倍は問われると思ってください。ひまりたち遠隔でね、文章だけでやり取りする機会が多いので、相手がどういう情報を与えてあげたら安心して仕事できるかなっていうの結構問われるんですよ。ひまりに足りないものの一つでもあるんですけど、結構ねひまりたちツイッターの投稿とか見せたりするじゃないですか。ああいうのがね協調性です。そうなんですやりとりとかね、相手の目線に立ってね物事考えられる人とかね、まあそういう能力ってね大事なんですよ。25歳独身 OL は募集入らないですか？あ、年齢制限多分ないんじゃないかな。社長さんどうでしょうか？ユニちゃんどうでしょうか？ないんじゃないかな。耳が痛いですスカジ先生会社員より楽しそうという動機だけだと厳しいかも。何を楽だと感じるか次第だけれども、書類仕事とかは実際にほとんどないわけだしね。ああそうだね、そうだね、何を楽に感じるか、まあそうだね。結構まあ社会人として物事考えればいいんですかってなると、確かにねそういうわけでもなくてね、結構柔軟性とかまあそうだね問われるかなって思うかな。そうなんですよ、楽しめるのも大事。そう、ほんとそうです、ほんとそうです。自由に見えてね結構大変なんですわ社会経験あった方が良さそうっていうのはまあそうだね、人と何か成し遂げるっていうのはやっぱり
学校でもあると思うんだけど、仕事ってなるとやっぱり生活がかかってくるからね。そういう経験あるってなるとね、社会人経験ある人っていうのがね多いと思うからね、それもあると思う。うんだね。まあ協調性はね、思った以上に問われると思ってください。そして、ひまりたちはこう割とひまりたちのユニクリエイトの色として、まあオタク的なサブカル的なね趣味が結構ある集団かっこ2人だと思ってるんですよなのでそんな集団なので、集団かっこ2人なので、まあそういうねオタク的なサブカル的な趣味がある子だと嬉しいなーって、なんかこう好きなものを持ってる子がいいなーって思ってます集団かっこ2人、そうですね。どんな趣味までならば許せます？わかんない。だってなんかそこに制限設けたくないな。なんか好きなものを魅力的に喋れる子がやっぱり魅力的だなって思うから、むしろね親和性が近いからいいのかって言われるとそうでもないとひまりは思うし、なんかこうね、むしろ知らない世界を魅力的に見せてくれる子ってすごいいい子だと思うから、むしろそういう子ほど欲しいなって思うしね。あんた一人で人なのかと出てしまうくらいにはサブカルそうそう、語れるものがある人っていうことですね。そうなんです。スカウトしないの？あ、スカウトね、実はしますスカウトします。そうなんです。実はですね、もうひまり心当たりのある子にひまりが、もちろんユニクリエイトの許可を得て声をかけてます。すでに結構前向きな返事が期待しているのでね、いい報告ができるのではないかなと思ってます。なかなか濃いやつ、いや、ういやつに声をかけてます。催眠と時止め使おう。まあそれはおいおいね運動電話ごっこみたいにね、時止めごっことかやりたいですね人が増えたらねそうですね、って感じで考えてます。そしてまあ今後なんだけど、VTuber さん、個人のね VTuber さんについてちょっと話していくんだけど、今後はね個人の VTuber さんにもうちでよかったら働けませんかと声をかける可能性があります。ひまスカウト、ひまクリエイトも近いな、ヘホゲクリエイトですまあそう、遺跡みたいな感じだね。そう、うん、なのでまあそれでそのスカウトしたその子を、まあ、そのままのアカウント、そのままの名義でデビューいただく可能性があります。そう、まあでその場合だとひまりたちって動画を撮ってる、動画をね撮るんですよ。知ってると思うけど動画を撮るので、個人 VTuber さんってやっぱねライブ 2D が多いと思うんだけど、ライブ 2D で撮れる動画ってやっぱ限界があるので、その際はね 3D モデラーさんに協力をいただく機会が増えると思うのでね、野生のモデラーさんたち、うち今空いてるよっていう方いたらね、助けていただけると嬉しいです。そうなんです。個人から事務所所属になるのって長所短所あるんですか？あると思うよ、やっぱり。まあ、長所は個人だったら自分の考えだけでやりたいことできるっていうのがあるかな。で、
個人の短所は人手が足りない、やっぱやりたいことが限られてくるっていうのと、やっぱ人脈的なつながりが大変だよね。やっぱりひまりの今所属しているユニクリエイトって会社はいろんな業界から来てるスタッフさんとかがいるので、まあなんかそういうことやりたいんだったら、そのうちの昔の知り合いとこうなんか声かけてみるよみたいなね、えそことつながってたんですかみたいな、そういう業界で働いてたんですかみたいなね、人がねポッと出てきたりするので、何かこうやりたいなってことがあった時に、それこういうルートでお手伝いできますよみたいなことがあったりします。そうそうそう、幅がやりたい目標を叶えたいことがあるものに関してはかなり協力できるなと思います建築ま家建てたいんですよって言ったら、まあ、じゃあひまりがひまりの親戚のおじさん紹介しよっかみたいな、大工やってるよみたいなのでよければって感じですけど、無人島で家建てるところからダッシュ村的なねダッシュ村との縁がどのようにあるかわかんないけどね無人島生活無人島からの配信は難しいんじゃないかなと思いますけどね、まあ、そんな感じで、まあそうだね、まあ一人、まあ長所はある、まあただまあ短所といったら、まあ一人だけの決断で、まあ、決められることには限りがあるからね、やっぱりそれで他の子に影響が出ちゃったりとか迷惑かかっちゃったりとかしたらね、全体の責任になっちゃうから、まあ、何をするにもみんなでってなると協調性がねなかなか出せない人には難しいのかもしれないね。うん、そういうことです。なのでね、まあ今後もしこれを見てる個人 VTuber の皆さん、声かけさせていただくかもしれませんのでね、よろしくお願いします